そうですね、まだクロアチアの試合をもう1試合しかない、この試合は見てますけど、グループリーグ全体で、ね、これから、時間で見て、また、明日どういう対策をしたらいいかということを、スタッフで話して、努力を早くさせていきたいなと。もうすでに、分析スタッフであってコーチングスタッフはクロアチアの傾向と対策という部分は大まかには作っていくのでできておりますし、まあ、そこをスタッフと議論してまた明日の話に生かしたいなと思います。時間的には7日3日でスケジュール組まれているというところで、まあ、これまでも今日で言うと試合に向けては、マッチでマイナス3という3日前、2日前、1日前とどういうことを試合に向けてやったらいいかという計画は立ててきているので、その想定と現実での対応ということで、考えていきたいと思います。対戦は相手が変わるので、分析内容等々はもちろん変わってくるかもしれないですけど、やるべき準備としては落ち着いて準備できると思いますし、大枠で言うと、最善の準備は落ち着いて、できるかなと思います。柔軟に戦える、そして粘り強く戦えるチームだと思います。今度素晴らしい、能力を組織力として、発揮できるチームだと思います。本当に素晴らしいチームだなと、もちろんいい選手がいて、いいチームになっているということですけど、その戦うメンタリティとして、粘り強く最後にこう戦うという部分においては、我々も見習うべきことがあるなということと同時に、日本人のメンタリティと似てるなってこう思わせてもらえながら試合をしていて、見ていて、で今回の、ワールドカップでも、我々のこれまでのチーム作りの中でもクロアチアがロシアのワールドカップに見せてくれた戦い方ということは参考に、してる、部分があります。選手の疲労度を見てトレーニングの強度を考えていかなければいけないですし、量的にも考えていかないといけないので、どれだけのことができるか分かりませんけど、可能な限り決勝トーナメントを勝ち抜いていく上で必要なことはミーティングなどに取り組んで、入れていきたいというふうに思います。勝つ確率を数パーセントでも、1% でも 2% でも上げられるように、しっかり準備していくことが必要かなと思います。この試合を戦う、目の前の試合を戦うということで、ベストなシステムで、戦いたいなというふうに思っています。ワールドカップに臨むにあたっては基本的にはフォーバックでチーム作りをしてきて、でその状況に合わせて3バックを使えるということでこのワールドカップに準備してきましたけど、実際こう試合をやっていく上で、3バックで戦うという選択肢はこの3試合の中では必要かなということで、スタートからやったり試合途中からこうシステムを変化させていくというところでは戦ってきたので、次の試合も4バックにするか3バックにするかちょうど考えてた質問をされたので、そこはしっかり考えていきたいなというふうに思います。我々がどうやって相手を上回っていくかっていうところを、相手の良さを消しながら我々の良さを出していくっていうところを準備したい、と思います。ただこれまでの流れというところもありますので、目の前の対戦だけでなくこれまでの流れも含めて総合的に考えていきたいと思います。だからこうやって選択肢を持てるっていうのは非常に簡単なようで簡単ではないので、本当にいい選手に立ち会ってくれて、先ほども言いましたけど柔軟に日本のために勝つために対応してくれている
のはもう本当にこう感覚としてありがたいですし、素晴らしい選手たちと試合に臨むことは本当にこう幸せだなというふうに思います。いろんなことに対応できるっていうのは、我々が勝っていくために理想と現実を考えたときには非常に勝つ確率を高めていくっていうことなので、また次の試合もいいトライができればと思います。なんか後ろが一人余ってないと守れないとか、そういう弱気な守備ではなくて、守備的になっていたとしても、まあ、1対1で勝っていけるんだっていうところを選手たちがこう持って戦って、くれるという部分は、監督としてもう采配がし、本当に勇気を持ってできますし、で実際選手たち の個々の戦いを見たり、この3試合で、ジャンプしてチームでの戦いでは組織的な戦いではありますけど、ここはマッチアップして上回っていくというところ、そこに、数的優位をこういう守備力を作っていって、連携連動していくという部分は、選手たちが素晴らしい個の能力をこう上げているところを見せてくれている、というふうに思いますね。こういうのはいっぱい皆さんに、メディアの皆さんから発信してほしいです。日本の良さは組織力で戦うっていうところは間違いなく良さだと思いますけど、やはりこう個の部分で、局面で、1対1で勝っていけるという、強い個があって、プラス、そこに、数的優位を作れる連携連動があって、さらに組織力が強くなっていくということ、日本の、育成の指導者の皆さんであったり、選手にここで勝っていくというところを、そこをもっともっと上げていってもらえるようにということと、この、グループリーグ3試合でもドイツであったりスペインであったり、もちろんコスタリカも含めて世界の強豪国とここでマッチアップして1対1でも勝っていけるというところ、世界で、この力でも勝っていけるんだから勝つ組織力を生かしていくんだっていうことを選手たちは表現してくれていると思いますし、示してくれていると思いますので、ぜひそこを目指してほしいなというふうに思いますし、と今いる選手たちも普及育成から日本の指導者を育てて、そしてまたプロとしての、国内外での環境でさらに力をつけているというところを、日本の指導者の皆さんに自分たちが育てて選手たちがこんな大きくなったんだっていうところをこう自信に持って、さらに先ほど言ったこう目標を目指すというところを、育成の指導の現場で、自信とさらなる、向上心を持って指導してほしいなというふうに、今回の3試合の中で2試合勝利した中で、まあ、いろんな方にもちろんサポーター組の皆さんに喜んでいただきたいというところはありますけど、日本の指導者の方々に自分たちの指導した選手がこの世界の舞台に立っていけるんだということを自信に持ってもらって、育成の指導現場に活かしてもらえると本当にこう嬉しいなというふうに思います。どううまくいかなくてはですね、頭の中でしかやってなかったので、なんでかって言いますと、疲労を軽減するためにマッチアップして動きながらはやってなかったので、ピッチ上でこうゲームを通してやってればもっとというかうまくできる方法はあったかなと。そこは選手たちは動きの中で感覚的にすり合わせとかありますので、違ってたのかなとは思います。ただ私自身もでコーチとも話している中で、我々も何パターンか考えている中で、先ほどもお話の質問の中であった 3-5-2 で戦うということについては全面マッチアップなんですね。相手の4-3-3に対してアグレッシブに行くべき部分と、より我々が
いい形での守備から攻撃に移っていく部分と、まあ、リスクを負うところと、はい、アブレッシブ、と追わないところと、等々もいろいろと考えた上で、どこが一番、落ち着いて、我々が攻勢になっても守勢になったとしても、試合を主体的にコントロールして戦えるんだろうなっていうことだけ、ね、こう反応しました。ただここでも何度かお話しさせてもらってますけども、ね、東京オリンピック でスペインに負けた後に、まあ、他の手も準備している中で、まあ、本当最後の最後でやられたので、それを使う、まあ、状況ではなかったので使いませんでした。昨日も実は全面的にはマッチアップはしてましたけど、どうやってこうそのマッチアップしてる中で、はい、戦っていくのかっていうところは、我々の相手の良さも消さないといけないですけど、我々の良さを出していくということで、はい、変更しました。あと形的には広島の時もずっとやっちゃうので、はい、私の中で整理できる。まあ、選手たちもこういろんなこう経験をこう投げかけてくれて、示唆してくれた中で、一番いい、戦い方はどうしたらいいのかなっていうので、最終的には変更して試合に行きました。三笘のところでビハインドを追っているので、攻撃的にそこはいかなと思って、ね、彼の良さでもありますけど、でも実際彼を見た時に攻撃だけでのチームの貢献じゃなかったと思います。本当に数ミリの、ね、折り返しというところは本当にミリ単位のところで天国か地獄かっていう、はい、っていうところは本当に素晴らしい、はい、諦めないプレーを してくれたと思いますけど、彼の守備力かなりすごかったと思いますよね。フェラン・トーレスであったり、その世界的なアタッカーの中でも全く負けないというところで、そこからボールを奪ってプレッシャーをかけて攻撃に転じていくという部分になったり、なんかこの流れの中で攻撃の特徴を持っている、守備の特徴を持っているっていうことはここにあると思いますけど、どちらにもこう対応していけるっていうことが今我々の持っている選手たちは発揮してくれるところかなと。いい守備からっていう部分、ボールを奪える、はい、守備ができる子のベースに持ちながら攻撃の良さも発揮できるというところは、現代サッカーの中では非常に必要になる。